篠原康次郎は、日本の実業家、広島総合銀行頭取や、広島総合銀行会長を務めた、ランジュ法相受賞、オーストリア共和国友好大栄誉法相受賞、広島経済大学名誉博士、福岡県福岡市出身、福岡商業学校、長崎高等商業学校を経て、1941年12月に、 旧制東京商科大学を卒業し、1942年1月、日本銀行に入校。1944年第12期第2本、帝国海軍主計神奈良医官に任官司海軍、経理学校入校。1945年同校卒業。秋田県田沢湖付近の補給工場で終戦を迎える。1945年福岡に復員し、 1945年10月から1年間、広島支店に配属。広島市への原子爆弾投下による被害を受けていた、支店復興にあたった。日本銀行函館支店長、広島支店長を経て、1969年11月、日本銀行を退職し、広島総合銀行頭取りに就任。1989年4月には、 総合銀行を広島総合銀行として普通銀行化し、社長に就任、同年2月に同会長に就任、会長退任後は広島総合銀行相談役を務めた。1994年から学校法人石田学園理事、同年から社会福祉法人広島市をつなぐ育成会会長。また、中国経済連合会副会長。 広島全日空ホテル監査役、広島大学経済学部付属地域経済システム、研究センター顧問、長崎大学東南アジア研究助成会評議員、広島市13事業振興センター会長会長,会長、財団法人、小さな新設運動本部広島県本部代表、財団法人広島市13事業振興センター、会長、広島オーストリア協会会長、 在広島オーストリア共和国名誉領事館名誉領事広島県日中親善協会会長東広島カントリークラブ理事、社団法人佐藤浦千家単公会広島第一支部名誉支部長公益社団法人経輪会広島支部長なども務めた1980年ランジュ法省受賞1988年君三等随法相受賞,受賞 1996年オーストリア、共和国友好大栄誉報奨受賞。2012年、広島経済大学名誉博士第1号。ありがとうございます。